はい、皆さんこんにちは、パーです。いつもご視聴本当にありがとうございます。今回紹介する商品は去年のモデルから値下げされて発売されておりますイージスシリーズですねの紹介になります。イージスの糖質防水防寒スーツですね、上下組ですね。それとこちらの商品ですね、イージス糖質防水防寒スーツのリフレクトになります。こちらも値下げをされている商品ですね。はい、こちらの2商品ですね、店頭でこう置いてあるのを見てどちらを購入しようかなって悩んでる方たくさんいるかと思います。はい、こちらの商品はサイズが結構豊富なんですよね。なので体が大柄の方、ぽっちゃりの方っていうのはもう必然的にこちらどちらかになるかなと思います。他の防寒いろいろあるんですが、イージスのダウンとかですね、かっこいいの出てますよね。けどちょっと私は入らないんですよね、どうしても。なので必然的にこちらどちらかになるっていうような感じになりますね。なのでどちらを購入しようかなって悩まれている方の参考になれば幸いです。はい、こちらの2商品ですね、カタログの32ページに載っております。はい、詳しく見ていきたいと思います。はい、こちら去年のカタログですね。リフレクトも6800円ですね。はい、こちらのオレンジ色の方も6800円でした。両方6800円だったんですよね。今年は値下がりしております。どちらともですね、4900円に値下がりしております。1900円お得ですね。はい、まずはこちらですね、こちらになります。イージス糖質防水防寒スーツですね。カラーはオレンジですね。去年の新色になりますね。サイズは 5L です。価格は6800円で購入しております。これは去年の価格になります。はい、こちらです。去年購入しました。通勤で原付バイクに乗るんですが、毎日来てます。で、雨が降ってもこれで十分対応できますね。はい、やはりイージスシリーズですので防水性が高いですね。はい、こちらがですね、耐水圧が1万ミリですね。糖質度が5000ということで、原付バイク程度であれば全然濡れません。寒さもしのげるし、雨にも負けないということですね。はい、こちらですね、夜間作業やライダーに最適というふうに書いてあります。雨の日のバイクってすごく憂鬱なんですよね。特に冬ですね、防寒もしなきゃいけない、カッパも着なきゃいけないということで、これに出会う前はもう普通のカッパを着てました。で、カッパの下に防寒をしてたんですよね。そしたらもう体が大きいのでパンパンなんですよ。パツンパツン、首がもう締めてもボタンでも首が締まるんじゃないかなっていうぐらいなサイズ感のカッパでしたね。で、これに出会ってからですね、雨の日が嫌じゃなくなったんですよね。雨がいつ降ってもこれを着とけば全然問題ないので、雨の日が嫌じゃなくなりました。で、こちらですね、ちょっと詳しく見ていくんですが、自分はバイクでこちらを使ってますので、バイク乗ってる夜間の時ですね、結構反射するんですよね。反射板がかなり安全性が保たれるかと思います。他の車両ですねからの視認性はすごくいいと思いますね。こちらも光るんですよね、リフレクトですね。で、暗い中で写真のフラッシュを焚いた画像がこちらですね。はい、かなり光るんですよね。なので夜間の本当安全性というのはかなり高いんじゃないかなと思います。こちらのフードですね、ボタン式でもうすぐ取り外しができるんですよね。こんな風に取り外すことができますね。はい、こちらですね、ポケットが左右に1個ずつついてますね。マジックテープを開くとファスナーがついてます。で、ファスナーを開けるとポケットですね。手を入れると結構深いです。で、雨の日もですね、ポケットの中が濡れるってことはほぼなかったですね。はい、こちらのポケット結構実用的なポケットかなと思います。はい、こちらの前立てですね、結構長いんですよね。なのでヘルメットのシールドの下ですね、鼻の下ぐらいまで来ますね。ここで首周りも結構ガードしてくれます。雨の侵入も防いでくれますね。はい、はい、こちらの前立てですね、マジックテープ式になってますね。開けるとチンガードですね、の下にファスナーがありますので、ファスナーでの開閉になりますね。
開けますと左胸に内ポケットがついてますね。こちらの内ポケットもマジックテープで止まってますね。手を入れると手のひらが入るぐらいですね。私もこれ暖かいんですよね。本当に中結構薄着でもこれを着とけば原付バイク程度であればあまり寒くないですね。本当にいいんですよね。私がワークマンを好きになった時のきっかけになった商品になってます。こちらですね、以前もあの動画の中では言ってるんですけどね、こちらの商品ですね、ズボンがセットですね。ズボンもセットになってます。ズボンの色は他の色も全てブラックですね、はい、こちらもあの防寒防水ですよね。一昨年の前ですねぐらいまではこちらの商品のこの前の部分ですね、ジッパーでした、ファスナーでした。ファスナーだったので強い雨の時に結構股の部分がですね、バイクに乗ってるとここに水が侵入して股が濡れるっていう現象が起こってました。ただ一昨年でしたかね、一昨年ぐらいのモデルからこれがですね、前がフラップ式になってます。なので水が侵入して濡れるっていうことがほぼなくなりましたね。はい、それはもう改良されたってことですね。はい、これもかなり出来のいいパンツだと思います。このパンツに関してはポケットはないですね。ポケットはないんですが内側にですねあの小さなポケットがついてます。これカタログに書いてあるんですけどカイロですね、カイロを入れるようなポケットになるようですね。内側の腰の部分ですね。あとは裾ですね、裾がマジックテープで絞ることができますね。腰の部分ですね、ベルトループはですねついてるんですけどこのマジックテープのアジャスターで腰のサイズの調整は十分できますね。で次はですねこちらの商品ですね、リフレクトですね。まあどう違うのというところなんですよね。正直違いはあまりないですね。多少細かいところの違いはあります。はい、それを見ていこうと思います。はい、こちらの商品ですね、はい、これもイージスシリーズですね。イージス糖質防水防寒スーツのリフレクトですね。カラーはブルーです。サイズは 5L ですね。価格は値下げをされた金額ですね、4900円です。こちらもですね先ほど紹介した商品と同じように耐水圧が1万ミリですね。糖質度も5000ということであんまりあの変わりはないですね。こちらのスーツの売りは夜間での安全性が非常に高いかなと思います。再帰性反射プリントがえげつなく光りますので周りの車からの視認性というのはかなり高いと思われます。こちらのリフレクトですね、まずは暗い中でカメラのフラッシュをたいた時の画像を見てください。もうすごく光るんですよね。で光っているその模様の中にイージスのロゴが入っているんですよね。周りの車両の視認性はすごく高いと思いますね。安全性は非常に高いと思います。あとこちらですね、先ほどのスーツと同様にですねこちらのフードもすぐ取り外しができますね。はい、ボタンで取り外しができます。ポケットですね、ポケットも同じように2つついてます。これもマジックテープの前立てがついてますね。で中がファスナーですね。ファスナーを開けると深いですね、結構深いポケットがついてます。あとここの前のロゴですねもう光るんですけども、これも先ほどのスーツとほぼ変わらないですね。前立てがありますね。これもチンガードの下にファスナーがあるのでファスナーで開閉ですね。はい、開くと左胸に内ポケットがついてますね。これもマジックテープですね。でも、まあ、若干先ほどのスーツよりも深いです。少しだけ深いですね。先ほどのスーツとほぼ変わりません。ただあの私が思う2つの違いですねがあります。まずは1つ目ですね、この前立てですね、前立て部分、これが先ほどのスーツよりもちょっと短いんですよね。はい、わかりますかね、わかりますか。前立ての部分がこちらは鼻の下まで来ます。こちらがですね、顎のちょっと上ぐらいですかね。まあ、口ぐらいまでにしか来ないですね。バイクのヘルメットですね、のそのシールドの下までは入り込みますので、雨、風っていうのはかなり
防いでくれます。ただこちらの方が鼻の下ぐらいまで来るので長いですね。細かい違いですねが一つですね。それと二つ目の細かな違いですね。この商品もズボンが付いてます。ズボンが付いて4900円です。かなり安いと思いますね。防寒防水なのにすごいなと思います。ただこのズボンがですね、先ほどお伝えしたスーツと違うんですね。違いはここですね。前のところ、これがまだジッパー式なんですよ。ジッパー式なので、ちょっとひょっとしたら雨の侵入というのがあるかもしれないなと思います。一応前立てはついているので、直接ファスナーがむき出しになっているような状態ではないんですが、どうしても座った時の姿勢っていうのでシワができるんですよ、ここがボコッと。そうなった時にその隙間ができて、ファスナーを通り越して中に入ってく可能性があるのかなと思います。違いはそこぐらいですね。でもこちらのブルーですね、色もすごく鮮やかで綺麗なんですよね。かっこいいです。なのでこちらを購入される、まあどっちか迷ってる際はですね、まあおすすめはこっちですね。こっちのシリーズが私はおすすめですね。前立ても長いですし、ズボンもこのシリーズは今はもうフラップ式になってますので、ズボンがですね。なのでおすすめはこっちですね。ただデザイン的なものを考えると、まあ、好みですね。どっちがいいかは好みになります。はい、こちらの商品ですね、どちらも性能同じですね。耐水圧が1万ミリ、透湿度が5000ということで、はい、どちらも同じですね。あとは好みですね。今はですね、こちらを原付バイクでの通勤の時に使ってます。こちらは仕事の時の防寒に使ってます。はい、どちらもいい商品ですので、今回の動画を買う時の参考にしてもらえればなと思います。はい、最後までご視聴本当にありがとうございました。今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。世界に